ポン、パーポン。この動画には、以上の要素とモッドが含まれています。ご理解の上、視聴してくださいね。よう、毎度どうも、ゆっくりマリサだぜ。毎度、アインです。解説役の達也です。前回オリハルコンアンビルを作り作成できるものがいろいろ増えたところから続きです。で、今度はチタンを探しにうろうろです。さっきいたやつも新顔だったが、バイオームが重なりすぎてどこのモンスターやらな。聖域とキノコとグラナイトのどれかです。右上には雲も見えますね。むむむ。そういや、雲といえば雲鎧を作って派生させるものがあったな。ああ、牙を使って作れる防具ですよね。そうそう、1.4 の時は使わなかったやつの一つだな。雲に出会うのは以前は遅かったですからね。この調子ならソウル系だと、ソウルオブライトが最初に集まりそうですか。聖域系はヘルベーター近くにいろいろ見えたもんな。ふむふむ、雲牙は25個ですね。あれはバジの化石に比べてバイオームで出現偏るし、すぐ集まるな。今ので4つ出てますしねー。ドロップもしやすいから小屋楽だぜ。それにしてもチタンが見当たりませんけど。もうちょい下じゃないかな。後で地獄に降りてから、ジャンプしつつ探しましょうか。おお、あの硬かった氷のやつも数発か。ハードに入って一気に火力上がりましたよねー。防具は更新してないけどなぁ。防具もモッドのものを使いたいので、ハード最初は何になるでしょうね。あっつ。ちなみに今の地図状況はこんな感じだぜ。中央付近は結構探索してますねー。このまま地獄の方に降りますか。お、発見したぜ。了解。さすがオリハルコンは早いな。このままここらでチタン探索ですね。お？魔法帽子かぶってるからレアスケルトンだな。うん、なんか見覚えのないスクロールがあるな。ついでにブランクグリフも残り1でリサーチできます。もしかしたら、特定のレア敵も初回ドロップボーナスあるのかもな。で、これはスピリットのドロップだったか。解説お願いします。ティムズスクロールファンズリングは、魔法系アクセですね。魔法攻撃時にランダムな状態異常を付与に加え、追加で魔法弾が飛ぶ場合もあるとか。おお、そりゃ魔法メインの防具の時には良さそうだな。おじいちゃんの気配を察知。いたいた。ポーションの効果で NPC は緑色に見えるんだな。あ、思わず全部登録しようとしましたけど、また家に帰ったら覗きますね。で、そのまま地獄を走っては飛びを繰り返し。ようやくこれでチタンもうわわわわ。一応、リサーチ分は掘れそうだけど、大丈夫か？まあ、あれくらいの溶岩なら。ただいまー。じゃま、チタンを作るために溶鉱炉だな。
ヘルフォージを材料に。チタニウムフォージの完成と。これで OK ですね。チタニウムソードは素材に使うのちょいちょいあったな。冒険家さんの剣とかの最終強化にも使いますね。ソウルオブマイとか。いや、でも同じ素材使う感じでだと、多分カラミティのこれのが強いな。カラミティの方は追加効果もありますもんね。多分だけど、剣もかなりでかくなってそうだからな。まあ、それはそれとして作れるものを作りましょう。マナソード、これか。さすがにいろいろとありますね。ハード入って3種の鉱石終わってようやくスタートって感じもするな。ダイヤモンドはまだ登録できてないので、これはもう少し先ですね。うん、まだ足りない素材もあるけど作れるものもそこそこあるな。鎧はしばらく更新ないですかね。レシピの紹介してると時間がいくらあっても足りないからな。作ったもののテストだ。なんか分身できました。どういう原理だよ。チタニウムピストはコンボを重ねると、シャドウクローンを作りますね。ああ、コンボが溜まった時点で出てくるのか。で、お次はマナソード。魔法武器だからマナも結構減るなぁ。剣ではなくなってますもんねー。チタニウムスタックは周囲に何か出てるな。攻撃するときに一緒に飛んでいきますね。なるほど、直接ぶつかってもダメージか。チタニウム手裏剣は、貫通がすごいですね。おお、小屋団体さん向けの性能だな。チタニウムレールガン。最大5体にヒットか。攻撃感覚はちょっとありますけど、シンプルに使いやすいですね。それはそうと。このブロークンヒーローソードを使うレシピなんですけどね。うん、それがどうした？いやぁ、なんと言いますか非常に用途が多くて。多いって、どれくらいだよ？え、これくらいですね。うわぁ？銃にも使うのあるんだなぁ。これは正直、どこかのタイミングで探す必要ありますね。前もクソほど時間かけて見つからなかったからなぁ。最後にでしたからねぇ。まあ、これに関してはちょっと紹介もしたいのもありますし。剣を探すためのシート地で拾ってきてもいいかもですが。まあ、急でなくてもいいかもな。はい、レシピで行き詰まったりしたらお願いしますかね。了解しました。おや？これは、わお。おいおい、なんだそれ。マナソードは特殊でこんなのもできるみたいですね。マナの消費がかなりでかいな。クリティカルで400近く出るのは楽しいですね。作れるものをもう少し調べていたらこういうのもありました。歯車を使う銃ですね。
バースト射撃系か。相変わらずこの弾にすると、機械と見えませんね。ついでに他の弾も調合したんですけど。爆発弾は強そうですね。あうち。自爆付きか。あ、そういえば先ほどのスクロールなんですけど。おお、なんだ、素材にもなってたんだな。ソウルオブナイトを集めれば、作ることができますねー。ランダムな NPC や敵を召喚。なんかヤバそうな匂いがするな。はてさて。武器も新調したから、買いにリベンジに来たぜ。ふう、やはりここの敵は一味違いますね。なんかドロップしたかと思えば魔法か。後でゆっくり確認です。おお、分身が全部当たるととんでもない速度で倒すな。さすがにチタン製の武器ですねー。貝が出てきたけど、どこだ？結構大きいのですぐに見つかるはずなんですけどもね。お、いたみたいだぜ。了解。ここから樽で。おっと。さて、まともにやるのはかなり久しぶりだな。攻撃方法も増えて別物ですよね。遠距離攻撃はこの周囲にばらまくのと、上から落とすやつか。で、手前です。血のりを理解してるな。これどうしましょうか。どうにか無敵時間で抜けるか。よし、やってみます。さて、ここからだな。ワープするのは予備動作ないのか？そうかもです。あぶえ。この弾なかなか見えづらいな。この場所は？また追い込まれてんぞ。いえ、なんとかここで押し切ります。そこじゃ樽を投げれません。もう少し。おお、お疲れ。地下深くから振動を感じる？なんでしょうね。そういや、貝のドロップも未登録か。で、今使ってるのは巨大貝が落とした魔法だな。まとわりつくような動きですね。で、この貝ってかなり近い場合はワープしないみたいでな。ある程度離れると、こんな感じに来るみたいですね。というわけで、攻略法を考えました。アインさんの答え。まずは近づきます。それで？相手がいなくなるまで殴り続けます。この。ワープしないので、延々周囲に弾を出すだけなんですよね。いや、実際結構早いな。終わりました。小さい貝がかなり出てるな。これ殲滅したら素材集まりますかね。いけるやもしれん。ちなみに2回目の回はなんか武器落としたのか？同じのですね。なお、後日知りますが巨大貝のハードドロップは4種類だったので、同じものをたまたま引いただけです。これ鎧が作れますね。
新しい貝が出てきたけど、鎧作るか。ただいま。うえ？なんだこの多段ヒット。海蛇さんの思わぬ収穫の武器ですよね。こっちもかなり貫通するしいいなぁ。これがハード以降の絡み手武器ですか。まだ序盤ですが、インフレが加速しそうですよね。やはりスピリットボスから行く感じのがいいんでしょうかね。まだソウル集めとかもあるしな、そこは任せるとするぜ。といったところで、今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。またね。それではまた。